ウラシュミット・ウルズラ・シュミットは、ドイツの政治家。ドイツ社会民主党所属。2001年から2009年まで保健省を務める。2013年より、ドイツ連邦議会副議長。アーフェン出身。旧姓ラーダーマッハ実業学校を卒業した後、補修学校に通って、アビトゥーアに合格し。 アーヘン工科大学で心理学をアーヘン教育大学で教育学を学び1976年に教員資格試験に合格この頃シュミットがアーヘンで姉の経営するいかがわしいバーで働いていたことを2005年になって雑誌シュテルンが報じたが取材に対しシュミットは当時私はシングルマザーの学生でお金が必要だった 姉の手伝いができて、週に一度かを合わすことができたのは嬉しいことだったと答えている。1976年から1985年まで、シュトルベルクの学習障害児童学校で教員を務める。離婚した夫との間に一時、1976年のドイツ連邦議会選挙に、西ドイツ毛沢東共産主義同盟から出馬するが、落選。 1983年、ドイツ社会民主党に入党。1989年、アーヘン市議会議員に当選。1990年、ドイツ連邦議会議員に初当選。1991年から1998年まで、議会内庁党派の男女同権推進グループの代表を務める。1991年より、党議員団執行部入りし、 1998年から2001年まで、同副委員長。同時期、党の第二ドイツテレビ表議員を務める。2001年、共牛病問題で、アンドレア・フィッシャー保健省が辞任に追い込まれると、公認の連邦保健大臣として、ゲアハルト、シュレーダー内閣に入閣する。1年後、社会保障政策に関して、シュミットの権限は強化され、職名も、連邦保健。 社会保障省となった。一連の保険制度改革により2004年に診察料の自己負担率が引き上げられたが、シュミット保健省の事前の説明と異なり、保険料がむしろ上がったため批判を受けた。2005年11月にアンゲラ・メルケルを主犯とする、キリスト教民主社会同盟と社会民主党の大連立内閣が発足すると、 引き続き連邦保健省のポストで入閣した。2009年7月、外遊先のスペインで使用していた大臣公用車が盗まれたが、当時シュミットは休暇中であったため、公私混同との批判が起きた。シュミットは2004年以来、たびたび使用で公用車を使用してきたことを認めている。8月に連邦会経験サインは、 シュミットの公用車仕様は合法であると結論を下した。翌月の総選挙では、小選挙区で落選したものの、比例リストで復活当選を果たして議席を維持した。スピード敗北による連立の組み替えにより、10月に保健省を離職した。2013年ドイツ連邦議会選挙後の同年10月より、連邦議会副議長を務める。ありがとうございます。